マンドラバリナックスはかつて存在したリナックスディストリビューションの一つである。旧名称はマンドレイクリニックス。開発母体はフランスのマンドラバで同社の共同創設者であるガエルディバルによって始められた。1998年7月、レッドハットリナックスをベースにして最初のバージョンであるリナックスマンドレイク5.1をリリースした。 ペンティアムクラス以上の CPU 用に最適化されるように設計されている。デスクトップ環境は2010.2までは GNOME と KDE を標準でサポートしインストール時にユーザーが選択することができる。ザフスもオプションで用意される。2011では KDE のみのサポートとなった。ライブ CD 版のマンドラバ1には GNOME 版と KDE 版がある。 当初、バージョン5.1から8.0までは Linux Mandrake、8.1から9.2までは Mandrake Linux という名称であった。しかし、商標権を侵害しているとの理由で Mandrake トが提訴されたため、同社は対策として10.0から10.1までの名称は、Mandrake と Linux の間のスペースを取り除くと、もに Linux の L を小文字に変えて一つの単語にし、 マンドレイクリニックスとした。マンドレイクソフトがブラジルのリナックスディストリビューターであるコニックタイバ社を買収したため2005年4月7日マンドラバに社名変更したことに伴いマンドレイクリニックスもマンドラバリナックスへ名称変更する。マンドラバとはマンドレイクとコニックタイバの名称を掛け合わせたものである。この名称変更によって 商標権の問題は人生化する見込みである。開発ロードマップも変更され、コニックタイバ社の Linux ディストリビューションであった、コニックタイバリナックスとの統合を図ることとなった。旧マンドレイクリニックスとコニックタイバリナックスの統合ディストリビューションは2006年に完成する見込みであると発表された。完成するまでの臨時の措置として、2005年4月13日に、 マンドラバリナックスリミテッドエディション2005をリリースした。リミテッドエディション2005はマンドラバリナックスの名でリリースされたが、まだコニック対バリナックスの統合部分は含まれておらず、旧マンドレイクリニックスのシステムで構築されており、システム内ではマンドレイクリニックスという名称が使われたままであった。旧マンドレイクリニックスのシステムでのリリースは、これが最後となった。 同社創業者の一人であったゲイル・デューバルは、その後解雇され、新たなリナックスディストリビューションの開発に従事している。もともと開発者層が比較的厚いとされるマンドラバではあるが、近年ではリナックスマンドレーク7.0からマンドラバリナックス2 0 0 7に至る7年間の間にリリースマネージャーとして関わってきたウォーリーが2007年2月にマンドラバを去ったり、 パッケージマネージャーであったテックスターが P クリニックサースという Linux ディストリビューションを開発してユーザーに影響を与えるなど主要な開発者の移動が見られた。2010年9月には主要な開発者やコミュニティがマンドラバ Linux から独立しマゲイヤというフォークを立ち上げている。マンドラバ Linux 自体もフリー版はオパンマンドライバ LX としてフォークし、 オパンマンドライバーアソシエーションに移管している。マンドラバ社は商用版に専念することとなった。2015年5月にマンドラバ社は倒産したため、開発も事実上終了した。アープミーはユーザーモード RPM インストールというマンドラバ、Linux 独自のパッケージ管理ツールであり、APT のようにパッケージ間の依存関係も自動的に解決しつつ、 任意のパッケージのインストールや削除を行うことができる。アープミーにはグラフィカルなフロントエンドとしてガープミーが存在する。アーピームドレイクマンドラバエス S グラフィカルパッケージマネージャーマンドラバリ v a Linux にはアーピームドレイクというグラフィカルなパッケージ管理ツールも用意されている。実質的にはアープミーによって内部処理が実行される。さらに、 デスクトップ上のパネルには最新パッケージの更新を自動的に通知するアイコンが置かれている。2007スプリングのバージョン以降はマンドラはクラブの会員となってオンラインアップデートのサブスクリプションを購入しなくてもこのアップレットを利用して自動更新が行えるようになった。スマートパッケージマネージャーとはかつてブラジルに存在したコニックタイバ社の技術者。 グスタボニーマイヤーによって新規に開発されたパッケージ管理ツールである。現在、コニックタイバ社はマンドラバ社に吸収合併されたため、スマートはオプションとしてマンドラバリナックスでも公式に提供されるようになった。専用のグラフィカルなインターフェースも備えており、マンドラバリナックス以外の多くのリナックスディストリビューションにおいても、このパッケージマネージャーが配布されるようになった。 リリース年月ピ、リリース名レッドハット系ジュアップミー系派生版一覧に掲載。アープミーも参照。アプテ、RPM 系派生版一覧に掲載。APT-RPM も参照。2007年からは仮想デスクトップソフトウェアウルティの CEO を務めているかつて人気を誇ったマンドラバリナックス。 開発母体が、同産 GD ネットジャパン。二千十五年五月二十八日。http。コロンスラッシュスラッシュウィキ。ドット m a n d r i v a c o m スラッシュ en スラッシュツールズスラッシュ urpmi。ハット http。コロンスラッシュスラッシュウィキ。ドット m a n d r i v a c o m スラッシュ en スラッシュツールズスラッシュ urpmi。 ガープミーハット https コロンスラッシュスラッシュ w w w m a n d r y v o n l i n e c o m スラッシュページドット p h p f r o m b a n d l a v a r i x 2 0 0 7 Spring, you can get instant updates notafactions, directory through the desktop applet i c o Without Subscribing to the Service, http://labix.org s m a r t ありがとうございます。